皆さんこんにちは。ニューズピックス編集部の大崎です。この時間はニューズピックスの記者が独自の視点で各業界のビジネスと将来について見ていきたいと思います。今回扱うのは金融業界です。それでは記者の見方スタートです。今回は自分が成長できる金融機関というタイトルでやりたいと思います。で、私はニュースピックス編集部でマクロ経済とマーケットを担当していまして、もともと日本経済新聞社で記者を経験した後、一般企業で M&A なんかを担当して、買収先企業の役員として統合作業なんかも、しました。その後は、株式の投資ファンドで経営企画なんかをやりました。はい。で、今回はですね、株価や決算を見ればその銀行が力を入れていることとか経営の方向性、経営者の考えていることが分かるという話をします。まずチャプター1は株価で知る銀行の現在地ということです。で、株価で知る銀行の現在地なんですけれども、三菱 UFJ フィナンシャルグループの株価はですね、2021年の半ば頃から急激に上がってきているということです。で、2022年の半ば頃からはさらに上昇ペースを早めているという株価の動きになっています。九州フィナンシャルグループ、これは傘下に肥後銀行とかそれから鹿児島銀行を持つ、金融機関ですけれども、この金融機関もやはり2022年の半ば頃から、急速に株価を上げているという状況です。これは何が起こっているかというと、10年に及んだ異次元緩和が解除された、日銀の異次元緩和が解除されたということです。これはまあ銀行の大きな経営の転換点になっているというふうに言えると思います。で、さらに言うと海外では金利が上昇しています。 FRB なんかが利上げをしていますので、海外では金利が上昇しているということです。海外で金利が上昇すると、三菱 UFJ フィナンシャルグループのような、海外に進出している銀行の、収益が改善しますので、利ざやが取りやすくなりますので改善しますので、三菱 UFJ フィナンシャルグループのような、大きな銀行は、利ざやが拡大して、収益が拡大で、さらにその期待から株価が上昇しているというふうに言えます。これはまあ何もメガバンクだけではなくて、有力な貸し出し先を持つ銀行であれば株価が上昇しているということです。先ほどの九州フィナンシャルグループなんかの株価も上昇していますが、例えば九州では半導体の工場なんかが多く新設されていますので、そういった周辺企業に貸し出しが増えるというふうな期待も出ているのではないかと思います。そういう意味ではこのような経営環境の中で仕事をしていくというふうになるかと思います。まあ、さらに九州フィナンシャルグループでいうと、傘下の鹿児島銀行はですね、鹿児島の百貨店の山形屋が破綻しましたけれども、このメインのスポンサーとして、再生に取り組むということになりますので、これからまあ地方経済が一部衰退していく中で、そういうふうな大きな再生案件の仕事もしていくのではないかというふうに思います。まあ、そのような方向性に銀行の経営はあるんではないかというふうに考えられます。僕らニュースピックスではですね、こういう金融情報にも力を入れていまして、例えば日銀がどのような金融政策をこれからやっていくのか、どういうふうにして金融政策をやっていくのかということをですね、興味深く学んで知ってもらうためにですね、動画のコンテンツを使ってですね、日銀副総裁であるとか日銀の審議員なんかにインタビューをして、これから金融政策はどんなことがあるのか、どんな論争があるのかなんていうことを動画でも解説していますので、ぜひ見ていただければと思います。次にセッション2では、決算で知る銀行でできる仕事ということをお話ししたいと思います。決算にはいろんな情報が書いていますので、どんな仕事ができるんだろうかということが、この決算を見ることで、大まかに分かるということを、お話ししたいと思います。で、いきなり決算書を読むというのはですね、馴染みのない人には難しいかもしれないので、ニュースピックスではですね、このように決算解説の記事なんかも、やっていますので、ぜひ読んでもらえたらなというふうに思います。
銀行の決算ですけれども、先ほどお話ししましたようにメガバンクなんかはもう最高益です。まあ、人口が減少していたりするので、メガバンクなんかは銀行はですね、決算があまり良くないんじゃないかというふうなイメージもあるかもしれませんけれども、実はメガバンクは最高益です。メガバンクが最高益な理由はですね、海外の利ざやが拡大しているということです。逆に言うとですね、海外での貸し出しなんかに力を入れているということも言えるわけでですね、右にグラフがありますけれども、これは海外での利ざやのグラフになっていますけれども、これはニュースピックスの記事から取ってきたものですけれども、こういうふうな成長エリアである海外での、仕事なんかもできるということが、こういう決算を見ると、分かるんじゃないかなというふうに思っています。メガバンクなんかはですね、この決算がいい理由のもう一つ、いい理由としては、国内はですね、小さな中小企業よりも大企業に貸し出しを集中していると。で効率的に大きな利ざやを稼ぐ、金利を稼ぐというような経営方針に変わっていてですね、逆に言うと、メガバンクなんかに入るとどちらかというと大企業相手に貸し出しをするというような仕事が中心になってくる可能性があるということも言えるかなというふうに思います。でさらにプロジェクトファイナンス、プロジェクトファイナンスっていうのは一つのプロジェクトごとに貸し出しをするというものですけれども、そういうふうな、プロジェクトファイナンスであったり、不動産ファンド向けの融資であったりとか、あるいは、よく新聞でニュースになっている大型 M&A、 それからスタートアップへの融資なんかも増やしている。ここら辺は大企業への通常の貸し出しに比べるとですね、当然難しい案件ですので、その分利回りもたくさん取れると、利ざやもたくさん取れるということで、こういうふうな難しい融資にもメガバンクは力を入れていますので、逆に言うとこういう分野で仕事をしたい人はメガバンクを選ぶというのも一つの手じゃないかということが、決算なんかを見ているとよくわかるということです。これは決算書、三菱 UFJ フィナンシャルグループの決算書、IR 資料から取ってきたグラフですけれども、単なるグラフですけれども、こういうグラフを見ていても、例えば海外での貸し出し金ですね、これはバランスシートですけれども、海外での貸し出しが非常に増えているということが、これオレンジが海外ですけれども分かるということです。逆に言うと海外の仕事が増えているということも言えるかと思います。一方でですね、住宅ローンなんかはですね、赤い部分ですけれども、ちょっと減っているということでですね、ここら辺で言うと増やす努力をしていない、新規を獲得するような、努力をしていないということで、ここら辺はどちらかというとあまり力を入れていない分野だなということが、分かってくるということです。で、国内法人なんかもですね、実は貸し出しが増えているということです。国内人口減少していて貸し出し減ってるんじゃないのかというふうな思い込みもあるかもしれないですけれども、グラフを見ると、国内の法人も貸し出しが増えているということで、大企業なんかを中心にこの国内での仕事もたくさん重要な仕事があるということが、この決算なんかを見ていると、分かる。こういうバランスシートの中身、内訳を見ていると、まさに自分たちがこの中のどれに入るんだろうかということが、イメージできるんじゃないかなというふうに思います。一方でですね、これは地銀ですけれども、2つの地銀の株価のグラフを、表しています。上の緑のグラフですけれども、こちらはですね、そこまで一旦へこんだ株価がちょっと戻ってきているというぐらいでですね、そんなに株価が上がっていない。一方で下の赤いグラフになると株価が猛烈に上がっているということです。これは、日銀のマイナス金利解除、異次元緩和の解除で、利ざやの拡大期待で、両方とも株価は上がってはいるもののですね、下の赤いグラフなんかに関して言うとですね、有力な貸し出し先
を持つ、これは関東近郊の、地銀ですけれども、まあ、地元に東京エレクトロンのようなですね、まあ大きな貸し出し先があったりとかしてですね、まあ、もしくは東京に近いのでそもそも資金需要が大きいとかですね、まあ、そういうふうな事情もあって、利材の拡大期待からまあ上昇しているということがまあ言えるかと思います。一方で上のそこまで株価が上がっていない地銀なんかに関して言うと、まあこれはある東北の銀行ですけれども、まあなかなか貸し出し先にがないと、まあ、大きな企業がないということでですね、そこら辺で株価も伸び悩みがちであるというようなことが、まあざっくりと、そういうふうな局面が、まあ浮かび上がってくるということになるかと思います。再びこれは地銀の決算の IR 資料ですけれども、これは金沢にある北国フィナンシャルホールディングスという銀行、これは北国銀行の親会社の金融機関ですけれども、これの IR 資料を示しています。こういう IR 資料を見ていると面白いのはですね、経常利益とか当期純利益とか書いてあるんですけれども、重点ビジネス事業収益というふうな言葉があるわけですね。まあ重点というふうに書いてあるということはですね、まさにそこに重点を置くということで、彼ら自分たちが、入社しようとしている銀行、入行してしようとしている銀行が、まあどんなビジネスに重点を置いているのかということも立ちどころに分かってしまうということです。まあこの重点ビジネス事業収益はですね、まあ10年後には697億円、今343億円ですけれども、倍近くに増やしていくという、まあ、まさに重点を置いているわけですけれども、まあ、おそらく入行するとですね、こういうエースはわからないですけれども、こういう重点ビジネス領域なんかに、まあ、配属されていく可能性があるということです。この北国フィナンシャルホールディングスの、まあ、頭取り、まあ、トップである杖村さんというトップはですね、非常にまあ革新的な方で、まあ、決済とかですね、電子決済とか、そういうものを、まあ、地元の中小の企業、まあ、例えば、観光のお土産物屋さんであったり、金沢ですので、観光のお土産物屋さんであったり、そういうところに、まあ、そう、融資先に、決済システムを導入させたりとかですね。で、ゆくゆくはその、決済システムで売り上げを上げて、それがそのまま帳簿になるとかですね。で、それがそのまま、北国銀行の信用情報になるみたいなですね。まあそういうこう、まあフィンテックで地元の、まあアナログな企業を丸ごと変えていこうというような大きな、まあ、ビジョンを持っていたりしてですね。まあ、地方の銀行でもですね、こういう元気な大きな革新的な仕事ができる可能性があるというような銀行もあるのではないかなということが、こういう決算を見ているとよくわかる。いうことです。で、もちろん決算書だけでは分かりにくいので、まあ、ニュースピックス見てもらったらいいかもしれないですし、まあ、新聞も読まない、といけないかもしれないですね。これは地銀ではないですけれども、りそなホールディングスです。で、りそなホールディングスもですね、三菱 UFJ フィナンシャルグループとか、三井住友とかですね、まあ、そういうメガバンクには、大企業向けではなかなか太刀打ちできないようなところもあるので、どちらかというと、東京などの、まあ中小企業、中規模企業に対して、いろんなソリューションを届けていこうというふうにしています。彼らは預金はたくさん持っているので、その預金を当然貸し出していくということになるわけですけれども、それ以外にも先ほど話した北国銀行のようにですね、中小企業に電子決済なんかを入れて、中小企業の、まあ、お金回りをですね、一気にデジタル化していこうというような野望もあるというふうな銀行、これがまありそなホールディングス、こういう仕事も面白いかもしれません。決済関連という、まあ、このグラフでいうと緑のところですけれども、ここら辺も増やしていくという意思がですね、 IR 資料なんかを見ているとよくわかるということです。はい、以上で記者の見方金融業界編を終わりたいと思います。ありがとうございました。